今社会機能大学生、ゼミ東京、始めます、今日の講師は、ワーツ未来コーチの代表の竹村さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。なんか久しぶりにこんなあのタイトなというかクローズな感じなので若干緊張してますけど、コーチから来ました。よろしくお願いします。授業を始めてかれこれ10年ぐらいになりますけれども、今日皆さんにお話しするのが役に立つのかどうかちょっと不安なんですけれども、後でいろいろ質問していただけたらと思います。なんか顔の見えない人になんか申し訳ないんですけど、コーチでですね、今ちょっと画面に出ているようなこれアートゾーンわらほう倉庫っていって古い蔵群があって、そこをまとめて1億数千万円かけて改修をして、美術館とかスパニッシュバルとか劇場を作って、そこでの障害者が20人ぐらい働いてるような、ちょっと今までの障害者の世界ではないようなものを作りたいなと思ってへそ曲がりなので、いろんなことを喧嘩しながらいろんなことをやってます。で、劇場またちょっともうちょっと紹介しますけれども、アールブルットとかアウトサイダーアートって言って、まあ、非常に作家の中には障害のある人が多いんですけど、障害のあるのに頑張ってるねみたいな、そういう福祉観を変えたいので、作品としてどう評価するかっていうことを主体として、それも、なんだかもうぐちゃぐちゃとしたところ、体育館みたいなところに絵を描けられるのが大体のパターンだったので、きちっと格式の高い美術館という中でアートとしてきちっとどう評価しているかということを考えたり、あとは劇場も福祉の講演会もしたりするんですが、こういう形で一般の人にライブに来てもらったり、ここは芝居があったりライブがあったり映画があったり、映画もなんかシネコンばっかりできてしまって、なんかもう高知もつまらない街になってきてしまっているので、本当にちっちゃい映画館が潰れてしまっているので、裏の中で本当に単館系のなんか映画とかもかけられる中に障害のある人が自然と佇んでいたら素敵だなと思って、いろんな人とつながってこういう運営をしています。で、トサバルというスパニッシュバルはこれ蔵を改装して、最近は披露宴会場にもなったりして、これ間違いなく福祉の施設なんですけれども、披露宴会場として面白がられて、ブライダル会社と一緒に提携をして、いろんな仕事を組み立てたり、売上の記録はここの1日の45万円というのが記録です。で、来店の記録は別の店にある土佐茶カフェというお店が1日800名お客さんが来たことがあります。来られる方はみんなここが障害のある人が働く場所だということを知ってはいるんですけれども、最初からそれを歌ってない方が絶対に社会に受け入れられるんじゃないかと思って、一切そういう形では新聞にも出さずに、普通のかっこいいこじゃれたところというような形でやっていく中で、たくさんのお客さんが来てくださるようになって、で、その後で来て、その後で福祉系のなんとかなんだって気がついても、お客さんをちゃんと受け入れてくれるんだなっていうようなことを、まあ、いろんなことでやってます。で、今は野菜が主役の展覧会をやったりとか、来月は結構僕世代は楽しみなんですけど、原田知世さんが来月は歌と朗読の会にそのタコグラっていう劇場に来てもらったりにして、本当にこんな箱に来てくれるのかなと思ったら来てくれるので、僕世代は非常に楽しみにしたい。で、そんな活動をしてます。で、本題に入っていきますが、ちょっと今日はなんか失礼な言い回しになってしまったり、関係のある方にはごめんなさいなところがあるかもしれないですけど、日本中どこに行っても同じことを喋ってますし、言ってることは事実であって嘘ではないので、きちっとそれも捉えた上で私のやってる授業についてご紹介させていただきたいなと思います。今日は社会起業家養成ゼミということでお呼びいただいてるんですけど、私自身は立ち上げの時からほんと最近に至るまで社会起業家とか、ソーシャルビジネスとか、コミュニティビジネスとか、ソーシャルアントレプレナーとかっていうようないろんな言葉があるんですけど、全く知らずに意識せずにやってました。数年前から
経済産業省がやたらとアクセスがあって、なんでかなと思ったら、僕のやってることはどうやらソーシャルビジネスとかコミュニティビジネスという新しいビジネスの形態だったらしくて、その時に初めて後付けでそういうものが定義されるんだなって分かったんですけれども、最初から青臭いスライドで申し訳ないんですけど、私はただそれに感動してしてるだけです。ただ、国語的な意味で言うと、それは感情が動く様を感動というんだと思いますけど、僕は国語的な意味じゃなくって、動いてるのは、今日来られてる皆さんもそうだと思うし、ぜひそんな市民が増えればいいなと思ってるんですけど、感情が動く様っていう国語的な意味じゃなくて、感動っていう、本当の市民活動家の感動っていうのは感じたら動くっていうことが本当の感動なんじゃないかなと思います。それと相対しているのが感想、感じてただ思うこと、あ、ちょっと字抜けてますけれども、感じて思う、思ってシュプレヒコールを繰り返すだけだってではちょっと世の中変わらないかなって気がするんですけれども、社会起業家は安倍さんのせいにしたり野田さんのせいにしたりするんじゃなくて、自己責任として捉えて、それを評論家のようにこうしなければならない、ああしなければならないではなく、自らきちっと事業を起こして動き始める人のことを、それを感動っていうんじゃないかなって思うんですね。もう大げさに言うと、世の中に2種類の人がいて、感動して感じて動く人は起業していくだろうし、感じて思うだけの人は残念ながら傍観者でとどまりながら、誰かが悪い、彼が悪いって言いながら世の中を呪いながら何も変わらないことを自分の責任とは捉えないでいるっていうことがあるとしたら、ものすごく残念なポーズだけど、一握りかもしれないけれども、今日皆さん集まられてる方も本当にそうだと思うんですけど、何かに感じて動いて起業して、それは本当に大河にのなんとか雨粒の一滴かもしれないけれども、それでも何かの波紋を広げることによって変わっていくことがあるとするならば、ぜひそういった形で社会に関わることができればなと思います。さらに偉そうに言うと、仕事っていうのは使えることって書いてあると思う。あの、ただ単に対価を得るための、生活のために対価を得るためのもんじゃなくて、なんかやっぱり社会に使えること、何らかの形でそれを関わることで影響を及ぼしていくっていうことが生業となって対価も得られるっていうような仕事につけると、とってもとっても人生は楽しくなるんじゃないかなって勝手ながら思っています。で、感じて動く感動のためっていうのは、怒りがあったり悲しみだったり嘆きだったり喜びだったりいろいろだと思うんですね。それは毎日毎日新聞に出ていることとか社会で起こっていること、虐待の問題とか、例えば振り込め詐欺の類も含めて、いろんなことに怒ったり悲しんだり嘆いたり喜んだりすることが、僕のチャンネルに合わなくっても、それぞれの人のどこかに響くチャンネルが何かあるとするならば、それに対してきちっと動いていくことができたら、世の中ってちょっとずつでも変わっていくんじゃないかなと思っています。で、私のこの感動の種は、この福祉系の仕事についても四半世紀を過ぎましたけど、もうずっとその元は怒りです。で、ここから先はちょっと厳しいことを言うかもしれないので、本当関係者の方々ごめんなさいなんですけれども、ずっと怒ってます。時間給80円。1日8時間働いて、月給が1万3000円だとしたら、ここにいる皆さん含めて、僕も含めて、その道端歩いてる人も含めて、堂々と生きていくことができるのかなっていう答えは、今まで何千人か聞いてきて、1人か2人ぐらいは生きられますっていう人がいたけど、これはあんまり深めてないけれども、本当なのかなって気がするんですね。これはどこの世界の話かというと、紛れもなくこの国の話。全国に約6000箇所ぐらい作業所とか
と呼ばれるものがあって、そこに通う障害のある人の平均の1ヶ月でいただける工賃というのは、これ実は月給って書いてますけれども、全く労働基準法とか世間の一般から外れているので、労働基準法とかの対象にならないので、工賃と呼ばれるんですけど、平均は1万3000円なんですね。川崎の高津区にある日本理化学工業っていうチョークを作る会社の社長さんで、大山さんっていう方がいらっしゃって、鳩山元首相が演説の国会での最初の演説で言って結構有名になったんですけれども、大山さんの日本理化学工業っていうところにはこの石碑が飾られています。で、お会いしに行った時に社長が、竹村さん、人間の幸せって何だと思いますかって言われて見せてもらったのがこの4つだったんですね。必要とされること、褒められること、認められること、愛されることが人にとっての幸福だと私は思います。で、竹村さん、この4つが一歩に手に入る方法をご存知ですかって言われて、なんとなくうっすらとは分かったんですけれども、どういうことですかってお伺いすると、宝くじが当たってもこれ全部は手にも入らないし、でも働くということを通してのみこれが一遍に手に入ることができる、それほどまでに働くってことはとってもとっても大事なことなんですよっていうふうに、川崎の会社を訪ねた時に教えてくださったのが、僕にとってのその怒りをいつまでも感想で思ってて、このままじゃいけないって行政呪ってても世間呪ってても仕方がないので、なんとかしなければならないと思って動き始めた時に、一番影響を受けた大山社長から教えてもらったことをもとに、自分自身はものすごく当時ほとんど公務員生活だったので、もうものすごく生活は安定はしてました。正直このまま、その当時が40だったので、40手前だったので、このまま定年までいたらどんだけ給料がどう上がっていくかも分かってたので、このまま行く方が絶対に楽だなと思ったんですけど、40を疑惑というのは確かにそうだなと思ったんです。今ここで立ち上がらなくって、50になったら絶対にもうやらないだろうなと思ったんで、やるなら今しかない、この不惑の40でやるしかないなと思って立ち上がっていったんですが、いったんですがっていうか、まあちょっとまだもうちょっと加えますけれども、しょうがないように働くっていうのはこんな状況なんですね。職業に規制はないので、美しいも貧しいもないので、どんな仕事も仕事としてはそれは素晴らしいことだと思いますが、このティッシュの袋詰めの出られる対価は時間給80円でした。お弁当とか、高知では例えば皿鉢料理とかっていう大皿料理の隅っこにこの造花みたいなのが飾られてるのをちょこちょこ見たこともあるかもしれないですが、これを一刻見立てるっていうか作るのに、この報酬は約20銭、20銭って見たことがないんですけれどもって話なんですけど、そういう実物の貨幣じゃないような世界で、まあそれはそれで仕事なんですけど、これを真っ当な1日8000円とか1万円の給料をするためには、計算するとものすごく大変な時間を要するわけで、どんなに8時間やったとしても、彼らの給料っていうのは1日あたり500円とか600円っていうのが関の山の状態になります。私はまあこういうところで仕事をしてたんですけれども、何よりも許せなかったのは、その状況に対してもっといい仕事を考えませんかって福祉系の仲間に話をするんですけど、竹村さん、障害者に無理に決まってるじゃないですかっていうハンデをしたような返事が返ってくるので、関わる人がこれほどまでに可能性を信じてないのに、関わる人が自分にできるなんて思うことはないんだろうなっていうことが、まずもうそれも怒りだったのと、さらにちょっと許せないなって思ったのは、こういう経営作業であっても一応納期があったりすると、今日の8時までに納品があったりすると、
不思議なことに障害者4時で帰るんですよ。送迎付きで帰るんですけど、どうしても8時までに今日1000個やらなければならないとかって納期が迫ってると、職員が残ってやるんですね。職員が残ってやると、1時間あたり残業手当が1800円ぐらいついたんですよ。障害のある人がやると100円程度しかつかないのに、悪いけど18倍も作ってないよって思うけど、障害のある人がやると経営作業になってしまって、それを支える支援のスタッフがやると残業代に跳ね返ってしまうっていうのは、この国にはたくさんの障害福祉の予算が出ているけれども、障害者のためにあるんじゃなくて、もしかしたら障害者福祉をやろうとした人の雇用対策のために福祉ってあるんじゃないかなって思ってたんですが、とにもかくにも自分もそういう世界にいたもんで、どこまで批判したって変わるわけがなく、まあ、先ほどの話戻りますけど、大山社長と出会うことで立ち上げていったのがこの NPO です。NPO 活動だけじゃなくて、実際的に売り上げを上げて障害のある人を雇用しようって思って、ほぼ同時期に立ち上げたのが会社を立ち上げました。ここで障害のある人を直接雇用して、法定の最低賃金がこの当時、高知で611円だったんですけど、必ずそれを払って、で障害のある人が飯が食えるように自分も経営者としてやっていこうなんと言って、もうデカデカと新聞に出て華々しくスタートして、いろんなところに呼ばれて、すごいですねとかって言われたんだから、本当にちょっとその時は多分頂点だったと思います。仲間もめっちゃくちゃいました。やろうよやろうよ。で、自分もなけなしのお金をはたいて始めたんですが、1ヶ月目で赤字が300万円ありました。2ヶ月目に280万円になって、とにかくもらった退職金はその数ヶ月でもうほぼなくなりました。車は売って、解約できるものは全部解約して、騙せる身内は全部騙して、それで6ヶ月ギリギリなんとかやっていきましたけども、お金が底をついてしまって、もう万歳状態になってしまいました。でも、雇ったパートのおばちゃんも、障害のある人も、雇った給料は、社長が1円たりとも報酬が取れなくても支払い続けました。それはそれはしんどかったけれども、その半年の授業料はかけがえのないもんだったなって思って、トータルで3000万円ぐらい授業料を払うことになって、1円たりとも回収はできませんでしたけど、それがなかったら絶対に何もできなかったなと思ったのと、何よりも普通の民間企業というのは車売ってでも借金してでも働いてもらっている人に給料を払うっていうのは当たり前の世界に対して、今まで自分がいた福祉の世界っていうのは、たとえ1万3000円しか8000円しか渡してなくても、ごめんね今月バザー少なかったから8000円払えないから7000円にしてって言われても、ああいえいえお世話になってますからって言われるような世界だったわけです。どっちが実は真っ当な社会かというと、それは前者であることっていうのは間違いのないことだと、それほどまでに甘い世界に行って障害者の自立とか言ってたけれども、そもそも半年間で会社がダメになるぐらいに自分自身が自立してなかったじゃないかっていうことを思い知らされた半年だったなって思います。本当にあの半年目で全てが底をついてしまったので、もう携帯電話持ってても1週間電話がかからなかったり、かかりそうな、なんか番号が見たことないと思ったらどうも借金取り臭かったりするので、もうとにもかくにも、ああ人間ってこうやって追い込まれて死んでいくんだなっていうところまで相当に追い込まれて、皆さんで不安で形見たことあります？僕ね、冗談抜きに追い込まれてるときはえほんって咳払いしたら真っ黒いコールタオルが出てくるんじゃないかというぐらいに不安で形があるんだなっていうふうに思うぐらいまで追い込まれて、もう怒ってもないことが頭にいろんなことが起こってきて、ああ本当にこうやって人間で死んでいくかもしれないなと思う状況をかろうじて、自分があのその面接とかいろんなことをやってたので、自分自身を面接しながら落ち着かせながら、なんとか
メンタルを維持しながらの日々が約3ヶ月ぐらい続きました。でも幸いかな、本当にあの足が底につく音がコツンって聞こえるぐらいに底についたなっていうことが自分で分かったので、あとはもうここから立ち上がるしかないなっていうような開き直りは生まれました。でももう一回出しますけど、本当に仕事をなくした時にこの4つを一遍になくしてしまったので、きっと神様は、竹村は言葉上はこの4つの仕事の意味が分かってるけど実体験させないとこいつは分からないと思って、神様はあえてそんな試練を与えてくださったんだなと今になって思いますけれども、今になってようやくこのスライドを使えるんですけど、当時は本当に死ぬかもしれないなっていう時には全くそんな余裕はなかったけれども、いろんな福祉の赤を落とすことができたっていうのは貴重な経験だったかなと思います。再スタートはお弁当屋から始めました。もうお金全然なかったので、父親にもうハンコばっかりしてましたけど、父親にもうこれ以上下げたことのない角度で本当に畳に頭、額こすりつけて頼んで、借りた300万円を元手です。銀行なんか絶対貸してくれないし、リースの1個も絶対リース会社も組んでくれなかったし、車を売ってしまったけど、車もリースできなかったので、本当に自転車とか原付きのバイクで活動を始めました。なぜお弁当を再スタートに選んだかというと、今までの食品工場系があの待ってる商売だったのに対して弁当を売りに行けると思ったからなんですね。とにもかくにももう恥も外聞もなく変なプライドは全て捨て去ってたので、本当に売りに行きました。行く先々でどうしたんですか竹村さんとかって気の毒がられるぐらいに、だいたい弁当やって社会でなんか下の方に見られてるなとこの時も分かりましたけども、とにもかくにも気の毒がられながらでも恥も外聞もとにもかくにもなかったので、もう堂々と生きるために弁当を売ってます。実はこの時にも障害のある人を3人ほど雇ってたんですけれども、障害者のためにやってますとか福祉でやってますって言い訳を一切しなくなってるぐらいに、もういい意味で開き直ってました。で1日目の売り上げが、今でも覚えてますけど、5万8000円ありました。雇う人がギリギリだったので、本当にギリギリ雇った人と夜中まで作業をして、仕込みをして、翌朝6時ぐらいに、翌朝で寝る時間もほとんどなかったですけど、電話で注文を受けて、1個からでもお届けしますって言って届けて、1日目の売り上げが2日目に2000円アップして、2月目に10万円に乗った時に、なんかようやく商売ってこういうことなんだなっていうのが分かり始めました。で、実は、とにかく NPO を立ち上げてから会社がやって、お弁当屋で8ヶ月間、トータル約2年間は私は無報酬でしたが、お弁当屋のある日9ヶ月目で初めて20万円手元に残ったので、初めてっていうか久しぶりに20万円の報酬を受け取ることができました。今でも忘れられないですが、これが本当の自分にとっての人生の初任給だったなって、本当に覚えてます。で、なんとか、まあ足そこについて、底力発揮しながらやっていく中で、今こういうふうな形で事業所が増えていって、障害のある人が全部で120人働いて、福祉系の報酬とは全く別で売り上げが約6億円あります。そういう事業で今やってるんですが、よくどういう仕組みで、今日も多分皆さんご関心あると思うのでご説明をさせていただきますけれども、仕組みとしては、障害者自立支援法という福祉の制度の中で商売を組み立てています。実際、このカフェさんにもいろんな製品が並んでますけれども、この作業所とか施設の方々もすべてこの自立支援法というのに則って仕事をされています。ただ、
スタートした時にこれ霞が関でも本当にスプレーボールが繰り返されてましたけど、天下の悪法だということで支援法を見直し求め集会よっていうことが繰り広げられてました。それほどまでに悪法だとされてましたけれども、福祉の赤が取れてしまった自分からすると、福祉何言ってんだいっていうふうな思いでずっと捉えてました。悪法だということの理由は、月給1万円にも満たない工賃から当時1割サービスの1割負担が求められるようになったのに、昼食代は自分で出そうという制度に改められたので、月給1万円にも満たない工賃から容量の自己負担や食費負担を求めると手元に何も残らないじゃないかっていうのが福祉系の人たちの訴えでした。事実、何回も言ってるように一般で働い、会社で働いている人たち 1% にとどまって、ほとんどが軽作業を従事をしています。その時間給は先ほど来言ってるように10円とか100円です。これ日本中、東京でも高知でも沖縄でも変わらないどころか、高知もせっこい話ですけど、高知のレベルで言うと東京よりも高知の方が上です。高知が 14,800 円ぐらいで、東京多分 14,000 弱ぐらいなんで、大したことないです、本当に。トップでも2万円いってないぐらいなので、日本中探してもどこにかしても一緒です。そういう意味からすると、事実としては、言ってることの事実としては、氷山の海の上に見えている部分の事実としては、その言いっぷりは間違ってはないけれども、おいおいそうじゃないだろうっていうふうにずっと僕は思ってました。真実は、氷山の海の底に大きく横たわっている部分を一切言わずに、君たちはそれでいいのかって思ってました。一万数千円の工賃を厚生労働省のお役人がそうしなさいって決めてるんだったら、私も一緒に戦いを挑みますが、違います。工賃を決めているっていうか、それだけの工賃しか払えない状況を生み出しているのは、誰やろう福祉事業者です。1万円にも満たない工賃から利用料の自己負担や食費負担を求めると手元に残らないというごもっともらしいことを言ってるけれども、違うでしょと。そういう工賃レベルの生活しか提供できなかった福祉事業者のサービスのあり方を問われてるんじゃないですかって当時から言ってたので、相当関係者には僕自身はバッシングされてました。もうちょっと詳しく説明すると、皆さんはあんまりご存じないかもしれないですけど、福祉関係者以外は知らなく、ご存じないかと思います。工賃を1万数千円しか渡せていない作業所の、例えば福祉事業者が、もう、クッキー売ったり、いろんなものを売って、自分も本当に、ひいひい言いながら、2万円とか3万円の、っていうか、給料もらってないんだったら、それはそれで美しい話だと思いますが、申し訳ないですけど、絶対違います。全く違いますので、ぜひ知っておいていただきたいなと思います。障害のある人が事業所に行くと、これボランティアであって、会社は別です。働きに来ると、従業員として働いてもらうこと以外には、売り上げないと給料は、報酬は入ってきませんけれども、福祉施設という事業者に、障害のある人が働きに行くと、支援をしなければならないので、一人当たり、毎日、お金は入ってきます、施設側に。これは額は、自立支援法になってかなり下がってはきましたけれども、それでも、10万円から20万円は、月額障害者一人当たり支援の報酬として、福祉施設に入ってます。これ全国インターネットで中継されたの何さ、全然嘘は言ってないので、紛れもない事実です。ぜひ知っておいてください。20名店員いれば、まあ報酬が一番高いところを取っていくと、月額で400万円ぐらい福祉施設に入ってます。これ、まあ正直ちょっとスライド作り変えてないので、額はかなり下がりましたが、うまくいくと年間で4800万円ぐらいの施設には報酬が入ってきます。では、障害者は何回も言ってますけど、いくらの賃金を得られるかというと、せいぜいで3万円。年収にして、1万2000円から年収36万円がマックスだったりような世界が、この世の中のほとんど
だったりします。それでも、この数ヶ月の、というか数年のトレーニングを経て一般就労ができるような学校みたいなイメージだったら、たとえ手当が安くっても頑張れることができると思うんですけど、私が以前いたその福祉施設は、私が辞める15年間中で、たった一人だけ就職していた以外は、ずっと15年も、今でも、まだ通われてます。年間、それでも就職ができたらいいけれども、本当に就職そこからすることがないです。通い始めたら、通うのがしんどくなる、体力的にしんどくなるぐらいまで、そこに通い続け、で、生涯獲得賃金が100万円にも満たないなんていうことが、この世界にはあったりするっていうことが何回も言いますけど、僕にとっての怒りのもとです。だから繰り返しですけど、障害者福祉っていうのは、障害者のためのものじゃなくて、事業所のためのものなんじゃないかって思う理由がそこにあります。で、さらにもうちょっと詳しく知っておいていただきたいんですけれども、支援の報酬をのもとで、例えば5人職員さんがいらっしゃると、それをが運営の活動費になるので、それで職員は給料をもらうので、もちろんこれ割って900万円ずつもらってるわけでなんでもないですが、暮らしていけるだけの給料は職員さん側、施設側はもらってます。クッキー売ろうが、パンを焼いて売ろうが、障害者は一番数千であっても、職員は違います。何回も言いますけど、私自身がそうであるから堂々と言ってますけれども、障害のある人は、この支援の報酬から給料をもらうのではなくて、売上から、物を売る売上からもらうので、その売上が、例えば年間480万円ぐらいしかなくって、障害者が20人いると、おのずと1万円とか1万数千世界に入るっていうのがこの仕組みなんですね。うちの場合は、この仕組みではもちろんやってますが、報酬、支援の報酬と売上の値が逆です。売上が6億円あって、支援の報酬がその5分の1程度入ってます。その5分の1程度の支援の報酬があるから、障害者が働くことを支えていくための原資にはなっていきますけれども、私は6億円売ろうと7億円売ろうと、1日に45万円売り上げようと、800人のお客さんを集めようと、僕の報酬には全く、全くそれは関係のない話です。とすると、一生懸命売り上げを上げても自分の報酬が変わらない、それか、それさらに言うと世間は障害のある人が仕事ができずに軽作業をしているぐらいしかないっていうことを世間は普通に納得してくださるので、それ以上の努力はしようとはしないっていう部分は正直あるんじゃないかなって思うんですね。水と人間はどうしても低い方に流れてしまうなと思いますけど、本当にさっき一番最初に出したアートゾーンわら高倉庫っていうと1億4000万円ぐらいかかって、いろんな女性を別にしても銀行から8000万円ぐらい借り入れをしてますけれども、この借り入れをしようが、して働くに足りるいい場所を作ろうが、どっかに行政から掘ったて小屋を借りて、空き教室かなんか借りて、テーブルだけ用意して障害者に経営作業でティッシュを詰めさせようが、何をしようが、カフェを開こうが、事業者が得るお金は一緒なんですよ。障害者に10万円の給料を払おうが、月に8000円の給料を払おうが、支援の報酬は一緒なんですね。だからどこまでもどこまでも実は、あんまりしんどいことしない方がいいんじゃないの。障害者に7、8000円払ってても、世間並みにも1万3000円なんだし、行くとこがなくったら来てくださるんじゃないかしらみたいな図式が成り立ってしまってるのがこの福祉の世界。そこに対して一番の怒りが私自身はあるので、徹底的にその支援の報酬は活用しつつも、可能な限り借金をしてでも働くに足りる仕事場を作って、でも素敵な仕事場であっても給料が1万数千だったらやってることと現実が一緒なので、それに見合う給料はせめて地元の法定の最低賃金を目標じゃなくて義務としてやるっていうことが必要じゃないかなと思って歯を食いしばってやってます。福祉の世界にはノーマライゼーションとか共に生きるとかっていうような綺麗事のスローガンはいっぱいありますけども、どうでもいいです。そんなことをもう綺麗な施設に行くたびに強制とか、なんかいろんなこと書いてあるけど、
一体何やってるんですかって言ったら、どこの隅っこで軽作業して割り箸詰めたりしてるわけで、割り箸詰める仕事はダメだということじゃないですよ。詰めたとしても給料でなってないじゃないかって話です。だからそうじゃない、もっと具体的な数字、全国で一番低い法定最低賃金なんで、東京よりは200円も安いので、決して言われる数字ではないですけれども、652という数字が私にとっての目標です。目標というかもう義務だと思っています。これが高知県における法定の最低賃金です。この国において人が働くということに対する最低基準だとするならば、それが働くという行為を通じて達成するというのが、報酬も得ている事業者の責務じゃないかなって私は思ってます。もう高知なんかでも652円でローソンでアルバイトしてくる女子高生もいないので、最近土佐茶カフェっていうところでアルバイト募集したら900円から出してようやく来てくれたりするようなものなので、決して高くなんかないです。でも障害のある人は時間給がこの10分の1程度であるってことは、いくらなんでも変えていかなきゃならないんじゃないかなと思います。本当語弊あるかもしれないですけど、刑務所で作業しても、受刑者1時間あたり30円か40円ぐらいもらってます。障害のある人はそれと一緒でいいんですか、じゃないものをやっぱり福祉事業者が自立していく必要があるんじゃないかなと思います。自立支援法というのは僕は自分なりに読み解いているのは、障害者の自立じゃなくって事業者、関わる事業者が自立してくださいよ。それが今まで旧態依然とした法人ではなく、株式会社でも NPO 法人でもそういう福祉事業をやれるように規制緩和したのが自立支援法なんですよ。そこに私は参入していって、新しいあり方としてやっていて、障害者一人10万円を、たかだか10万円渡すだけで、テレビで30分番組になったり、いろんなところに講師に行ったりしてますけれども、でもそれとて高だかなんですよ。それが、何、今更10万円っていうふうな社会になっていくために、いろんな人たちがやっぱり変わっていくっていうことが、自分にとっては必要なことなんじゃないかなと思ってます。で、今、簡単に紹介しますけど、このテニオズファクトリーってまだお金のない頃だ。今も全然ないですけれども、倉庫を改装して、ここでうどん、製麺をしたり、どら焼き作ったり、お弁当作ったり、惣菜作ったり、さらにはここでケーキも作るような食品工場を作ります。ここで今、25人ぐらい働いてくれてます。で、次に、初めてカフェを手掛けたんですけれども、カフェやるときに若干の勇気が必要だったんですね。今まではお弁当屋とか食品工場とか、障害のある人が背中を見せながら働くバックヤードの仕事だったので、世間からなんでこんな人が働いてるのっていうような、こんな人が職員さ、触るなんて気持ち悪いわみたいなことは全く持ってなかったんですけど、もうそろそろもう一歩二歩も前に出たいなと思って、顔を見せながら障害のある人働く場面を作りたいなと思ってカフェをやろうと思ったんですけど、とにかくやっぱ勇気が必要でした。もう正直新聞とかいっぱい出して、障害のある人が働くカフェができましたっていうことをまずは新聞で言い訳書いてもらおうかなと思ったんですけど、それをまたやってしまうとまた世間との乖離が生まれるなと思って、まあそれで大体やると最初は福祉大好きな人が集まってくるのは知ってますけれども、関係者ばっかりしか集まってこない店になってしまうのもなんとなく分かってたので、とにかく普通の店としてオープンしました。もう完全にオープンキッチンなので、本当にもうちょっと無表情な人とか、一人でブツブツ言ってる人が皿洗ってたりするような光景があったりするので、正直どうなのかなと思ってましたけど、後で知るとお客さん受け入れてくれます。ものすごく分かる。一人たりともなんで障害者が働いてるのなんていう人は誰もいなかったです。なんか変わってる人がいるわねとか思いながら帰ってちょっと調べてみたら、ああいう人が精神障害なんだ、でも頑張ってたし美味しかったし安かったからまた行こうってお客さん連れてきてくれる光景があって、ベビーカーのお客さんが結構来てくれるようになりました。でもこれ最初からもし新聞に統合失調症の人が3名とか、なんかそんな書いてたら差別意識がなくってもなんとなく怖そうなので、多分来てくれなかったんじゃないかなって思います。当初は本当に関係者にも告知してなかったので、お客さんも来ずに相当苦労はしましたけど、地道にやってる中で今180人ぐらい、席数は36席なんですけど、1日4回転ぐらいは、5回転ぐらいはするような店に
なってきました。ああ、障害のある人が顔を見せてちゃんと働いても社会を受け入れてくれるんだってことは、すごく嬉しかったし、なんか実証されたので、その後からは結構カフェ展開を始めました。もうストロベリーフィールズっていうデザートカフェは、実はあのケーキ工場を併設してる、約300坪ある、昔あの二子玉川に近くに住んでたので、あそこにチーズケーキファクトリーってあったの。チーズケーキファクトリーなんか大学ってとっても素敵な店だったんですけどね。工場兼デザートカフェができたらいいなと思って作ったのが、こうスーパーの跡地を改装して約6000万円ぐらいかけて改装して作ったのがこのストロベリーフィールズというカフェです。結構老若男女、1日で大体300人ぐらいお客さん来てくださったりします。障害者がやってるからって言ってまずいものなんか絶対ノーなので、品質にはとことんこだわってます。絶対にどこにも障害のある人が頑張って作りましたっていうようなアリバイみたいな言い訳は絶対に書かないようにしてます。最初ロゴマークを作ったの、エムズキッチンでロゴマークもデザイナーに頼んだんですけど、もう福祉とかイメージをするとすぐにハートとか手をつなぐイメージばっかり持ってくるので、大好きですよ、なんか真心とか、 なんか触れ合いみたいなの持ってくるので、全部拒否をして、その辺から徹底的にこだわりました。福祉が悪いわけではないけど、それを売りにするんではなくて、やっぱりきちっとした商品を提供しながら、それを通じて関わる福祉には関心なかった人たちが、素敵じゃない、あ、こういうところでこんな人たちがいたのねっていうふうに知っていくような、なんかそれこそそういう触れ合いのあり方っていうのがやっぱり必要なんじゃないかなって僕は思ってます。で、あのケーキ工場もなんですけど、僕別にケーキのノウハウとか、こうどら焼き芋とかも作ってるんですけど、全然ノウハウがあるわけじゃないです。うちの特色としては、大体あの企業に対して福祉のパターンというのは、なんかちょうだいって、なんか作業ちょうだいって、こういうパターンなんですよね。ここに載せてくれるのは、企業はもうなんかそれ断るとなんか悪人っぽいので、なんか載せてくれるんですよ。大体内職なんですよ。企業側も損にはならないこと。損っていうかね、得にはならないけど、まあこれぐらいだったらみたいなことを出すので、内職レベルの仕事が出てくるんですけど、私はこの手の出し方では絶対ビジネスは発生しないなと思ったので、一緒に仕事しませんかってシェイクハンドのスタイルで事業提携をやってます。実はどら焼きは直径15センチのジャンボドラっていうどら焼きで、これ日本各地に出荷してるので、もしかしたら食べられる機会があったかもしれないんですけど、それは千葉のあんこメーカーの経営食品さんというところと実は提携をして生み出されたのがジャンボドラ焼きです。私ドラ焼きの作るノウハウなんか何もないですけれども、機械を教えてもらって、機械をうちが設備するよ、やるから本気でやるから全部一緒に商売しようって言って、彼の方はドラ焼きがどんどん出荷されるっていうことは伴って自分のところのあんこ使われるわけですから、本当の意味でウィンウィンが生まれるわけなんですね。ちょうだいではなく一緒にやりましょう。うちは機械整備してドラ焼きを作る増産体制を組むからっていう話をすると、レシピが提供されて、売り先が商社とか問屋さんを紹介されて、全国の流通のネットがすぐにできていったんですね。それはけど経理職員さんが決して温情でやってるわけじゃないです。単純明快です。1日3000個ドラ焼きを作る日がありますけれども、売れれば売れるほど自分のところのあんこが売れる。その仕組みがあるから惜しげもなくレシピの提供と販路を拡大することに協力をしてくださるっていう、そういう関係性です。で、ケーキ作ってるんですけど、決してうちに熟練の技を持ってる障害者がいるわけでは全くないです。テレビでは若干やらせてですね、ケーキ職人が障害者にこのナッペの方法を教えてるとかで絵がありますけど、あれ完全にやらせて、やらせてて怒れますので、まああれはポーズなんですね。そんなこと絶対しないです。障害のある人に、まあ、ここには出てないですけど、どら焼きの皮にあんこを 80g 入れるんですけれども、知的障害とか精神の障害のある人に 80g あんこ測れなんて言ったら、もう偉い騒ぎになります。もう行ったり来たりで。1日多分30個ぐらいしかできないんですけど、400万円の機械があって、上にあんこを入れて、足元のペダルを、これもう、正確です、これ。ごめんなさい、時間過ぎちゃってますね、はい、そんな感じで80g、足元ペダル踏めば45分、あ、ごめんなさい、80g のあんこが出てくるというような仕組みで
実はやってたりします。もう時間過ぎてるのでちょっとこの辺から巻いていきます。ごめんなさいね。でいうことで、全般的に定期をカットする機械も含めて、こんな形で機械を入れて障害のある人の作業を補っていってます。で、桜咲くっていうバカフェを作ったり、痩せても枯れても中心市街地の帯屋町っていうところには、こういった形で新しい店を作って、こう家賃50万円するんですけれども、だから売り上げを上げないといけないので、月額で600万円の売り上げが必要だったりしますが、そんなことも障害のある人10人がここで働きながら頑張って、働いてくれてます。障害のある人が働くからって言って、ついつい安い器を使ったりしがちなんですけれども、それも含めて全部品質なので、いいものを使ってます。時折これを、食洗機のカゴごとひっくり返して、もうえらい騒ぎになったりして、もありますけど、それも含めて。で、本当にごめんなさい、時間なくなってますが、うちの店で働く人たちっていうのは、福祉施設ではあるけれども、なんとか施設に行ってるってイメージじゃなくて、どこそこの店に行ってますって近所の人に自慢するらしいんですね。どこに行ってんのって言われて、なんとか家に行ってますじゃなくて、土佐茶カフェに行ってます。ああ、行列のできる店って言われるのがとても嬉しいっていうような報告を受けたりすると、僕自身もとても嬉しいなって思ってます。このアートゾーンわらこう倉庫っていうところを作ったときに、自閉症の結構重たいお子さんのお父さんに、うちの子がまさか美術館で働けるとは思ってなかったですと言われる、その一言だけで借金してよかったなって思いました。今ね、飛ばしてますね。で、普通の生活をって言ってるけれども、普通の生活っていうのは、工賃数千円とか1万円で、無料でサービスを受けて、ご飯ただで食べさせてもらうことじゃなくて、せめて地域の法定最低賃金をもらって、サービスに対する自己負担があるんだったら、堂々と支払って、食費は当然支払って、社会保険に加入して、市民として生活することが普通じゃないかと思うし、もっとも、いやいや、もっともっと、月給12万円固定給で社会保険に加入して、障害のある人も家族を持つということを諦めずに、ていくっていうことが僕にとっては普通の生活なんじゃないかなって思ったりしてます。本当飛ばそうかと思ったんですけど、やっぱり伝えておきたいので、事実は真実の敵なりっていうことが僕にとっての座右の銘なんですよね。これミュージカルラマンチャの男の中で主人公が語る一文なんですけど、僕は今までの福祉のやり方に抗って新しい事実は作ったけど、これとて事実にしか過ぎないので、このままでいいと思ってしまうとそこで止まってしまうので、どこまでも到達しない真実探しをやめちゃいけないんだなと思ってます。その意味において、うちの店で今120人働いてくれてますけど、ストロベリーフィールドなんで44人中の30人が障害者だったりするっていうのは社会のバランスとしてはおかしいと思うので、できる限り今うちが抱えている人たちを社会の中で一人二人ずつぐらい会社で働けるような社会に、これからもやっぱりうちで抱えたからおしまいじゃなくって、社会に出し続ける作業をして、ゆくゆくはうちもごくごく当たり前の店として 1,2 名の障害のある人が雇ってるけどなっていうような自然なスタイルができていったりすることとか、今までは絶対に障害者がつくだろうと思ってなかったアナウンサーとかタクシーの運転手とかデザイナーとかガソリンスタンドの店員とか、ガソリンの給油口なんで車屋さんとかぴったりだと思ってて、いつもなんで給油スタンドに障害者いないのかなと、ホテルのフロントマンが車椅子でウェルカムとかっていうようなドアボーイがいたらかっこいいじゃないかって思ったりする意味においては、障害のある人自身が俺はこんなもんだと思わずに社会に挑戦すること、第一号はきっと騒がれてマスコミにも登場するだろうけど、二号目三号目になるともう当たり前やないよこんなもんっていうふうな社会ができればいいなと思います。もう本当にごめんなさいね、もう長くなってごめんなさい。僕は冒頭でソーシャルビジネスなんて意味が全然わからないってやってましたけど、結構ソーシャルビジネスを始めるとか、なんかそっちから入る方を見てみるとすぐに辞めてしまう例があるので、それは今日ごめんなさい、もう僕が作った言葉では全然ないですけど、事実前提じゃなくって、ぜひ皆さんの感動の種を価値を前提にしてどこまでもやっていくと辞められなくなります、どんなことがあっても。でもソーシャルビジネスで儲けたろうみたいな話で事実前提でいくとすぐに何かがあると辞めちゃいます。で別の種を探してやるんだけれども、結局どこまで行っても
事実前提なので価値前提じゃないので続かない場面もたくさんできたので、ぜひ今皆さんの胸にふつふつと何かの感動の種があるとするならば、それを燃やして価値前提で結果として存在するビジネスだったっていうような形で頑張っていっていただけたらなと思います。これ本当に思います。もうこれは僕が先輩の社会起業家から教えてもらった言葉を皆さんと共有して終わりにしたいと思います。今日やらないことは本当に明日もやらないです。もうこれが限界だっていう人が世の中もう周りに5万といるけど、それ真っ赤な嘘だと思うので、きっと限界なんてないと思います。問題は大きいほどその先に大きな感動があるので、なんか大変なことに出会ったら、大変なことをクリアしたら大きく変わると思うので、ぜひ一緒に頑張り続けませんかということと、みんなと一緒でいいじゃなくって、意外と一人から始まったことから仲間が増えてきたりするので、なんかその一人目になれればなって思います。不思議なことに一歩進むだけで景色が変わるので、その景色をぜひ楽しんでいただきたいなって思うのと、人のせいにして評論家していたら人とのつながりは切れるけれども、自分のせいにしてみたら人とのつながりが増えてくる不思議なもんだなっていう、それが本物のネットワーク感じゃないかなって思ったりしてます。で、うまくいくことよりもうまくいかないことの方が人を大きくするので、うまくいかないことは大事に乗り越えていただきたいなと思うし、こんなに努力するのにっていう人に限って大した努力は本当にしてないなって思います。で、知ってました、僕も知ってましたけど全くやってなかったから何も変わらなかっただけであるので、知っていることとやることは別なので、知ったらやるっていうことが社会起業家なんじゃないかなと思います。それと非常識は成果とともに常識となるので、結構バッシングされてる事業の方が大事な事業だったりするので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。で、想像できることは実現できると思いますし、できない理由を並べ立てるなって言うけれども、できない理由大事です。できない理由が分かれば分かるほどできる理由になってくるので、それ分析するっていうことだと思うので、ぜひ頑張ってやることができたらなと思います。で、晴れの日は枝が伸びるけれども、雨が降るとなんかしんどそうなんだけど、雨の日は根っこが伸びるので、そのうまくいかない時にも、まあ、雨がうまくいかないっていうことでは雨にも失礼なんですけれども、そういう時に頑張り続けるっていうことがあると、結果として自分が幸せになったり社会の幸せが訪れたりするんじゃないかなと。全ての不可能は昨日までのこと。ついてなんで見てください。基本どこに行っても時間だけは守りたい人だったんですけど、すごい申し訳なく思ってます。時間長く喋ってしまってごめんなさいでした。ご清聴ありがとうございました。つむらいコーチの竹山さんでした。この後は質疑応答します。よろしくお願いします。